こういった記録をするという気持ちが、どういうことから個人で生まれていくのかっていうのが、私のずっと関心を持っていたことです。で、語りの方に移りますと、2011年の震災のあった年の8月21日ですね、南三陸溶ける海洋さんで第7回宮城民話の学校が開かれました。で、私がその時に家康博美術館の館長だったんですが、基調講演をやはりしているんですね。で、私はまずこの話を聞いた時にびっくりしたんですね。まだ半年も経ってない被災地でこういった会合を開いていいものかと。ところがその宮城民話の会の会長の小野和子さんっていうのは仙台の人ですが、仙台でやってもいいはずなんですが、被災地でやりましょうということ、それに私も心が動かされました。もちろんそれを受け入れたホテル会員さんも、かなり大きな覚悟を持って受け入れなかったと思います。今回のコロナ禍の開催もそうでありますが、そういうことに私は意気を感じて、基調講演、今回もそうですが、基調講演を行いました。で、皆さんですね、ここに壇上に立っている方々はそれまでその後も続けておりますが、民話の語り手です。語り手が、公衆文芸とか昔話の語り手が自分の被災した体験を語るという、ちょっと見ること聞くことができないような、ことがありました。これについては翌年に報告書が出ております。左側の真ん中の今語っているおばあさんの小野寺留美子さんで、今も98歳くらいでお元気だと思います。新地町の方です。で、脇にいる女性の方が庄司愛さんといいまして、こちらは山本志郎の家に出る人です。で、こういった方が、一人一人自分の体験を話したんですが、語ってもらったんですが、とってもやはり上手でした。それは語りにメリハリがあるというか、普段から民話を語っているというか、そういった素養と言いますか、素質があったということですね。それでも他の人が語っているときは周りの人たちは、泣いており、泣きながら聞いておりました。で、その中にですね、一人庄司愛さんという方の語りですね。これも記憶の中にとってあるんですが、あんまり読んでる時間がないんで話しますと、その庄司愛さんは家ごと流されるんですね。お孫さんと旦那さんがいてですね、おじいさんがいて、2階にいて、その家ごと流されて行ったり来たりするわけです。で、その中で、その孫がおばあちゃんがガスくせえガスくせえって言って、中を見たらですね、ガスボンベがあるんですね。で、ちょっと読みますと、そこの時にこう大穴があったんですね。でもこっちの頭はぼーっとしてるから、なんだって家でね、オール電化の家だなんて言ってたのにね、なんだかな、若い人たちはこのガスで何にたきして食ってたんだべやと、私は私なりに思ったし、僕は夫なりに思った。ガスボンベもなかったから、若い人たちが自分たちに内緒で何かこれで見たきをしてたんだろうと。その時会場で笑いが起きたんです。で、私はこれが実は震災の中でも非日常的な時間の中でも、何か日常性を取り戻した瞬間ではないかと思っています。
で、よくよく調べたら、そのガスボンベは隣の家から、壁を突き破って、その部屋に入ってた。まあ、それでガス臭かったっていうことなんですね。まあ、そういった、ことを表現しております。そういった非日常の中の、まあ、日常というか、まあ、そういったものをどのように、まあ、捉えたらいいかっていうのが、まあ、次の課題でもありました。私は、震災の後ですね、これも非常に大事な問題だと思いますが、どういう時、震災の後にですね、どういう本を手に取ったか、まあ、こういう考えでですね、まあ、いろんな調査もできると思うんですが、私は、まあ、再読ですけど、再び読んだんですが、イブセマスチの黒い雨でした。それはもちろん自然災害と戦争では違いますが、非日常的な局面状況の中で人間はどのような行動をとるのかなということが、興味を持ったわけですね。で、ここではですね、主人公が、原爆投下などくるくる探す家の方に戻っていくんですが、水地場から風呂を回ってみると、裏隣の早見さんの家の水地場が、壁っぽのともこちら側の風呂場に飛び込んでいた。茶碗、貝尺子、箸、鉄網、丼などで、湯船が埋まって、脱衣場の壁に佃に漬物の中、茶殻などが叩きつけられて貼り付けて、一枚のイカスルメもイカ張りの上に転がっていた。やはり早見さんの家から飛び込んだもの。僕はそのスルメイカを探ってみたい誘惑を感じたが、贅沢食品に属するので、うちの栄養のためではなくて、記念のためにと口実をつけて、救急袋に入れた。で、こういう表現が、興味を読んだとき、私も確かに 3.11 のときに、これに類したような体験をした、ちょっと おかしいような、くすぐるような体験をしてるなということが、感じられました。で、黒い雨にはですね、まあ、例えば焼け跡の様子は昨日とあまり変わらない、そこかしこに米探しの人たちがお尻を立てて前かがみになっているかと思うと、不意に腰を伸ばし、また前かがみになったりして潮干狩りの光景を思わせた。潮干狩りの光景というそういう以前の日常性から非日常性を見ていくんですね。で、こういうむしろ支えがあったからこそこうあの中で生きられたというようなことを感じます。黒闇の中には実際の取材とそれから広島にて戦時下における食生活という当たり前の生活のことを中に組み入れております。これと思い出すのが、皆さんも多分ご覧になったかと思うんですが、という映画、映画もありまして、元々は単行本で出たものです。2007年から2008年の間で、2016年に劇場アニメーション映画がありまして、私もこれ何度か見ております。単行本のこう本のこう下巻にですね、作者がこういうこと書いてあるんですね。誰も誰もの死の数で悲劇の重さを図らねばならず、繊細者をどうもなく理解できていない。そこにだっていくつも転がっていたはずの誰かの生の悲しみやきらめきを知ろうとしました。で、まあ、この河野さんも、聞き書きを通してですね、浦野すずという主人公を登場させて、当たり前の戦時下の中の笑いとか恋愛とか、そ
そういった生活を描いております。で、身近ではこの毎年新聞ご存知だと思うんですが、気仙沼の避難所で小学生8名、中学生3名、高校生1名が、3.11 の1週間後の18日に第1号を出します。赤部新聞のようなものなんです。その中でもですね、左側の4コマ漫画などは、地震で、帽子をかぶって逃げ出して、なんか慌ててたんで、手旗を持って逃げたっていうことが書いてあります。こういった、笑いといいますかね、大変な時なんだけども、そこでやはり、日常性が流れていたということを見なくてはいけないと思っております。それで、そろそろ、15分くらいあると思いますが、ポリティックスの話をします。東日本大震災原子力災害伝承館が去年、開館されました。私もすぐですね、3日後くらいに拝見しに行ったと思います。大体原子力災害という言葉がびっくりしました。原子力は安全なエネルギーということで、進めてきたわけですし、アンダーコントロールといってオリンピックを誘致してきたはずなのに、原子力災害という言葉を使っております。そこの語り部たちということが、最近の2月14日付の西日本新聞に書いてあります。菅は語り部に国や東電など特定の団体を批判しないように求め、専門家から教訓の核心を伝えていないと不満を漏れ、実は官には語り部向けマニュアルがあり、物議を醸している。関係者が見せてくれたマニュアルには、笑顔で対応する、喜怒哀楽感情をコントロールしながら話す、特定の団体への批判、希望、抽象等は、触れないといった指示が記されていた。国や東電の縦断をやめるよう言われ、被災者の悲しみや怒りが軽んじられた日になった。復興への前向きな姿勢をアピールしたいのでしょう。語り部の一人は不満を口にする。話す内容は官が事前にチェックし、修正もあるという。というようなニュースが出ています。私もですね、私の友人が語り部をやりたいと言って福島県の事業でですね、オリエンテーションに出かけて、コンサルが説明会を開いたそうです。その方から聞いた話では、絶対原発とかトリチウム水の海洋放出については語らないような指導を受けたそうです。忖度をしようというね、こういうふうに語り部ということが、政治に利用されている、結局復興のことを語れと言われているんですね、福島が。そういった現実もやはり語り部さんたちが責任を持って捉えなければならない現実だと思います。今回の13日の地震、私は新地町にいました。あの時の大震災をもちろん思い出しました。津波が来ること、それからプラス原発は大丈夫かからっていうのが、実際福島県に住んでてそういう危惧感を感じました。そうしたところ、地震計は故障したまま、後で調べたらトリチウム水のタンクが53基17センチずれていたと。これで世界で一番信用を受けない企業であることを東電は露呈したわけですね。で、そういったことをですね、そう語りが政治的に利用されるということを多分英語で捉えていったのが、ナラティブポリティクスという考え方だと思います。で、私は横文字は好きではなくてですね、いたんですが、
大阪の水戸の博物館の共同研究員で、加えられまして、それのですね、タイトルはですね、グローバル時代における寛容性、非寛容性をめぐるナラティブポリティクス。何のことか分かんない、皆さん分かりますかね。で、私はここで何をすればいいかということを思ったのですが、だんだんと意味が分かってきたんです。それは、この発表した時なんですね、これはの明治29年の津波市なんです。大船渡の赤崎町の外口というところなんですが、大船渡市史の記述にあったので探してみたんですが、どなたもわからないということで、ようやく近くの人、おじいさんに案内してもらいました。で、大船渡市史はこのように書いてあるんですね。津波市の記述の後にですね、泉際から約200メートルの山林中に横たわると、里人竜神を祀って、再びこの山上を繰り返す産業を祈ったのと伝えられ、竜神の死と呼んでいる。で、鶴草に覆われた説の下にその大岩がある。で、実際にこの年寄り、この津波市の巡る年寄りに聞いてみますと、実はそうではなくてですね、明治29年の津波の時に、流された遺体がこの石に引っかかっていて、この石を供養するために、供養といいますかね、感謝するために、竜神として、石の上に祀ったということなんですね。で、再びこの惨状を繰り返すようにという後からの解釈です。この災害を残すということもそうかもしれませんが、結局私はこういう考え方は防災エリートの考え方だと思います。で、防災エリートの押し付けでこういった文章が変容してくれた。で、その発表をしたときに、それこそナラティブポリティクスだよって言われたんですね。なんとなく分かったようで分かんないような、ただいつの間にか、歩道が別な意味を持ってすり替えられていくといいますか、事象が説明の仕方も変えていくということです。だから津波市っていうのは、いっぱい今回の3.1 市も上がりました。左側は、太郎町の接待ですね。接待とは地名で、今マスコミに言わせている接待とは違うんですが、津波市が昭和の8年に曲がったもの、今回、一緒に 3.1 市で上がって市と一緒に壊してしまった。なくなったわけですね。右の田の畑にもそういった、大きな石があるんですが、なかなかこれに対する何も生まれていない。それは多分先ほどの大船渡の例のようなストーリーがないっていうか、何か供養するとかそういう気持ちになれなかったと思います。もう一つの方ですか。すいません、ありがとうございます。もう一度お願いします。これ最後の事例となりますが、これもよく出している事例です。静岡市の清水地区の高知というところなんですね。川内を出て高知なんですが、そこで、安政2年ですね、1855年に土砂災害がありまして、大きな石が
落ちてきたんですね。写真で潮の中見えないと思うんですが、白くこう4つ並んでるのがベンチだと思えば、その大きさが分かるかと思います。で、その隣に表示説明板がありまして、その説明板を読みますと、途中からこういうことが書いてあるんですね。夜明けて空は一点の雲もなく晴れ渡り、昨日の恐ろしさは忘れたかのような好天気である。そこに純白な一大巨石が頓挫していた。人々の驚きは例えようもなかった。しかし、すべてを失い、呆然自失していた里人にとっては、救いの主であり、頼もしい姿であった。これにすがり、生きる力を得ると願ったのは当然である。この石を見たときに、勇気をもらったんですね。それで、これを祀ろうとした。決して災害の記念にするからという発想ではないんです。おそらくこの時代までは、その災害に対し自然に対する考え方であった、災害に対する考え方とは今とは違っていた。今ではすぐこれを遺恨してしまおうとかあるんですが、まず石に対して尊敬の念を抱いている。それは先ほどの大船渡の赤崎の事例と同じですね。畏敬を持って、接しているということです。こういった本来ある言葉がですね、いつの間にか本来あったものがですね、説明が変えていく。僕が決して防災のためとかっていうことが歌ってはいないんですが、変わっていくことが多分ナラティブポリティクスというか語りっていう言葉もそうですね。で、震災のですね、特にこういった言葉が大きくなる、大文字の言葉になったと思われるのが、皆さんご存知だと思いますが、絆、復興ですね。それからコミュニティ増えました。アメリカ社会学の借り物の言葉なんですが、それは三陸沿岸の多様な集落ですね、本家分家で成立している集落とか契約校で成り立っている集落の区別がつかなくなります。コミュニティという言葉なんですね。それが平然と使われるようになった。それからもう一つは伝承ですよね。伝承は 大文字になりました。すっかり一人歩きしているという感じです。それからコロナもだったってですね、フリデリコさんカタカナが好きなのかあるんですが、スキーフォームとかですね、それから最近エビデンスという言葉を使いますね。それは本局の言葉ですが、そういったことをあえて使う必要があるのかと思いますね。エビデンスかカニデンスか知らないけども、そういうことでそれからごまかしていくことがあると思います。言葉に関わる人たちはやはりそういうことに自覚的であってほしいと思います。私ももしかしたらそういうことを使っているかもしれない、自然とですね。今の人たちの語尾を上げる語り方とかですね、なんとかじゃないですかとか、自分でうんとかはいとか言って、話す人とか、何だろうっていう人とか、それはね、ある時期から変わってきたんです。そういうことを、意識化していくことが必要です。この欧米から考えますと、やはり自然に対する畏敬の念みたいなのが日本人が持ってたはずなのに、いつの間にか、それを対決すると、この人類がコロナに打ち勝って、ただ記念としてオリンピックをするとか、いつの間にか復興五輪がコロナに変わってしまいましたけども、そういったことが、もともと日本人にはあったのではないと思います。で、これはよく私は引用するんですが、文化人類学者のレヴィ・ストロースがですね、悲しき熱帯の中でこういうふうに語
世界は人間なしに始まったし、人間なしに終わりだろう。人間っていうのは、地球の上と、地球は大家さんだったら、そこで借りて住んでるだけだということですね。今では SDGs とか、そういったことを言い始めてるんですが、どうしてもまだまだ人間中心の考え方です。持続可能な開発目標ですからね。で、この後ですね、私の拙い講演の後は、アレルギー機関省や分科会でですね、ぜひ、謙虚にですね、災害と語りの本質的な問題提起をしてほしいと願っております。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは、東北大学災害科学国際研究所シニア研究員の川島修一さんでした。今一度、盛大な拍手をお願いします。確かに日本語っていろんな色を変遷してきているわけで変化もしてきているんですけど、私たち家庭でとしたら、意識してね、必要があるんじゃないか、大事なことをね、提言されたと思います。人を中心ではなくて、やっぱり選択する意見の前後もね、いろいろ考えていかなければいけないんじゃないかという提言をお願いした。この後はアレルディスカッションに入らせていただきますが、その前にですね、オープニングプレゼンテーションをいただきます。演者は熊谷克樹様、ステージをお願いします。震災の記憶ということで、小学生の時に被災した経験から気仙沼工業高校の語り部クラブに所属しまして、震災の記憶が残っている最後の世代として伝える活動をしていらっしゃいます。次の若い世代に災害を自分のこととして捉えてもらって、それを周りに広めていく防災の輪を広げていくことを目指していらっしゃいます。では熊谷克樹さんにお願いしましょうね。プレゼンテーマは未来への志です。はい、皆さんこんにちは。宮城県気仙沼工業高校、声を語り部クラブに所属しています熊谷達樹と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、私も先ほど、川島先生の、講演を聞きまして、旅行してごまかすのに、視覚的になってほしいということや、自然を、敬えるということに対して、自分も語り部の立場なので、より一層意識して取り組んでいかなければいけないと、感じているところでございます。そして、このオープニングプレゼン、未来への志ということで、お話をさせていただきます。私は小学2年生の頃に東日本大震災に遭いました。その時私はちょうど学校が早く終わって遊びに出かけていたんですけれども、その時に地震に遭ってしまって、もう地震の揺れで何が起こっているのかよくわからない状態で、小学2年生だったこともあって防災の知識全くないに等しい状態でした。そこで自分はその自分の家に帰ることだけしか考えないので、こう、真横から物を見てしまうという状況に陥ってしまっていました。この状況を私は、実際パニックに陥っていたんだと思います。自分の家も流されてしまっています。もしそのまま、徒歩で家族が避難してきて、いたんですけれども、それで、会わなかったら、自分も流されていたかもしれません。
中学校に入学してから私は、気仙沼市立で